2020年東京オリンピックのバレーボール競技は国際バレーボール連盟が管轄し2020年東京オリンピックで実施されるバレーボール競技インドアは新設のアリアケアリーナで開催出場国は前回同様12チーム出場枠は2017年5月の FIVB 理事会で決定されたビーチは潮風公園で開催出場チームは 前回同様24組。これまでの男女インドアは開催前年のバレーボールワールドカップ上位国大陸予選、世界最終予選と3段階の予選だったが、今回からは世界ランキング上位24カ国で行われる大陸間予選と大陸予選の2段階となる。開催国として出場する男子日本代表は3大会ぶり。 女子日本代表は5大会連続のオリンピック出場となる。大陸間予選2018年10月1日時点の FIVB ランキングの上位24カ国が出場する。ランキングをもとに4チームずつ6組に分けて総当たり戦を行い1位のチームがオリンピック出場権を獲得した。 ヨーロッパ予選2019年9月30日時点のセブヨーロッパランキングの上位8カ国が出場する。ランキングをもとに4チームずつ2組に分けて総当たり戦を行う。1位と2位の計4チームがトーナメント形式で争い、フランスが出場権を獲得した。アジア予選2019年バレーボール男子アジア選手権の上位8カ国が出場する。 7位パキスタンが辞退したため、代わりに10位カザフスタンが出場する。アジア選手権の成績をもとに4チームずつ2組に分けて総当たり戦を行う。1位と2位の計4チームがトーナメント形式で争い、イランが出場権を獲得した。アフリカ予選当初5カ国が出場予定であったが、ガーナが辞退したため4カ国が出場した。 総当たり戦を行い1位となったチュニジアが出場権を獲得した。1位、チュニジア。2位、エジプト。3位、アルジェリア。4位、カメルーン南米予選2019年バレーボール。男子南米選手権の上位4カ国が出場する。総当たり戦を行い1位となったベネズエラが出場権を獲得した。1位、ベネズエラ。2位、チリ。3位、コロンビア。 4位ペルー北米予選2019年、ノースカチャンピオンズカップ優勝のキューバと2019年バレーボール、男子北中米選手権の上位3カ国が出場する。総当たり戦を行い1位となったカナダが、出場権を獲得した。1位、カナダ、2位、キューバ、3位、プエルトリコ、4位メキシコ大陸間、予選2019年1月1日時点の、 FIVB ランキングの上位24カ国を除くが出場する。ランキングをもとに4チームずつ6組に分けて総当たり戦を行い1位のチームがオリンピック出場権を獲得した。アフリカ予選5カ国が出場した。総当たり戦を行い1位となったケニアが出場権を獲得した。1位ケニア、2位カメルーン、3位エジプト、4位ナイジェリア、 ゴイボウツワナ南米予選2019年バレーボール女子、南米選手権の上位4カ国が出場する。総当たり戦を行い1位となったアルゼンチンが出場権を獲得した。1位、アルゼンチン、2位、コロンビア、3位、ベネズエラ、4位ペルーアジア予選2019年バレーボール女子、アジア選手権の上位7カ国が出場する。 アジア選手権の成績をもとに4チームと3チームに分けて総当たり戦を行う。1位と2位の計4チームがトーナメント形式で争い、韓国が出場権を獲得した。ヨーロッパ予選2019年9月9日時点のセブヨーロッパランキングの上位8カ国が出場する。ランキングをもとに4チームずつ2組に分けて総当たり戦を行う。一位と二位の K4 チームがトーナメント形式で争い、トルコが出場権を獲得した。北米予選2019年ノースカ、チャンピオンズカップ優勝のドミニカ共和国と2019年バレーボール女子北、中米選手権の上位3カ国が出場する。総当たり戦を行い1位となったドミニカ共和国が出場権を獲得した。1位ドミニカ共和国、2位、プエルトリコ、3位、 カナダ、4位メキシコ出場枠は男女とも全開同様24組。1カ国からは2組まで出場できる。開催国の日本には男女1組ずつの出場枠が与えられる。グループステージの組分けは2019年10月15日の FIVB ランキングをもとに行われ、2020年1月31日に公表された。 グループ A グループ B グループステージの組み分けは2019年9月29日の FIVB ランキングをもとに行われ、2020年1月31日に公表された。グループ A グループ B、ありがとうございます。